年2016年年が明けて最初の放送となります。ちょっと遅くなってしまいましたが、明けましておめでとうございます。岩手希望チャンネル MC のフジポンです。おばんです。私からも明けましておめでとうございます。岩手県知事の達増拓也です。年が明けて新たな気持ちで番組もお送りしていきますので、今年もよろしくお願いします。さあ早速なんですけれども、知事は震災後からはですね、毎年仕事始めは沿岸からスタートされているんですよね。はい、岩手県の1年の計は沿岸にありということで、平成23年度から毎年仕事始めは沿岸からスタートしています。今年は大船渡からスタートしました。大船渡は沿岸南部に位置し、東日本大震災津波では大きな被害を受けた地域です。震災から4年10ヶ月が経過した大船渡も、災害公営住宅の整備や復興関連道路の整備が着々と進んでいます。はい、そんな大船渡での仕事始めの様子、動画で見てみましょう。はい、結集し全力を挙げて取り組んでいきます。今年は本格復興期間3年間の最終年度となります。本格復興期間をやり遂げるという強い意志を込め、今年を本格復興完遂年というふうに位置づけたいと思います。本格復興をやり遂げて次の計画につなげていくために、職員一人一人が担当する業務にしっかり取り組んでいただきたいと思います。こちら森林組合です。東日本大震災では組合長さんはじめ役員の方々の犠牲になり、またこの事務所も大きな被害を受けた、そういう中からこのように立派に復旧復興を果たし、で今入り口のところでいい感じの、はい、こっちが石工事、その向こうがまだ建築中ですが、あの職人工事、食住設計というか、すごい石像に、高齢者医療がメインになってきていますので、はい、ご家族の方が車で運転されてきて、待っている場所等もちょっと確保が難しい。ということで、その分、通常、今回の50床規模の病院ですと、2階建てが一般的なんですけれども、それを一層上げまして、1階を止めていく、はい。地域の皆さん の足であり、また観光の目玉である三陸鉄道でありますので、今年も誇りを持って仕事の方を頑張っていただきたいというふうに思います。はい、ということで、年頭の知事訓示の方も船渡にある県の合同庁舎から、はい、県警の職員に対して行われた、はい、ということなんですよね。動画にも映ってましたけれども、はい、平成28年は本格復興期間の最終年度として、位置づけられていて、本格復興完遂年というふうにするというふうに発表をしました。本格復興完遂年の今年は、被災地イコール復興地の安全、暮らし、なりわいを支える復興事業を力強く進め、
平成28年度末には災害公営住宅の約9割を完成させます。宅地造成も進展させ、恒久的な住環境の整備を急いでいきます。はい、もう知事は大船渡からもう宮古まで1日で、そうですね、もうね、回られて皆様にやっぱりね、はい、力になったでしょうし、まあ、震災から5年ということにね、3月でなりますけれども、はい、まだまだねこの応急仮設住宅にお住まいの方もいらっしゃいますので、本当にね、早く復興ということでみんなで、ね、はい、頑張っていきたいですよね。進めましょう。はい、さて平成28年2016年は希望郷岩手国体希望郷岩手大会の年でもありますよね。いよいよ明日、はい、冬季国体のスケートアイスホッケー競技会が始まります。復興と並行して準備を進めてきた希望郷岩手国体希望郷岩手大会の幕開けということで、県内各地でさまざまな競技が実施されます。県民一丸となって岩手県選手団を応援し、また全国から来る選手や関係者の皆さんを心からおもてなししましょう。そうですね、コメントにも明日だとありますけども、いよいよ明日ですよね。いよいよ、はい、はい、そして今年はですね、世界文化遺産の平泉が登録5年を迎えます。はい、そうなんです。去年は明治日本の産業革命遺産の一つとして釜石の橋の鉄鉱山が世界文化遺産に登録されたんですが、その先輩とも言うべき平泉は平成23年に世界文化遺産に登録されました。はい、あの震災の年だったのでね、はい、すごくこう勇気を、ね、もらった人も多かったと思いますけれども、はい、平泉には中尊寺の金色堂ですとか毛通寺など歴史的に価値のあるものが多くありますし、村上弘明さんが出演されています岩手県の動画でも村上さんがですね、藤原の清平公を演じて平泉を PR してくださってますよね。はい、村上弘明さんが藤原の清平公がなぜ平泉に中尊寺を建立したのかということを動画で紹介しています。村上弘明さんが迫真の演技でハマり役である藤原の清平公の思いを伝えてくれています。はい、以前にねこちらの番組でもご紹介しましたけれども、本当にねかっこいいですので、まだ見てないという方はですね、ぜひこちらの URL で見ていただきたいなと思います。はい、さて今日の番組なんですが、初めに復興関係の話題といたしまして、12月18日に開催しました岩手三陸復興フォーラム in 静岡と、1月22日23日に岩手県内で開催した岩手三陸復興フォーラムを紹介しながら、震災から5年目を迎える今、防災減災について考えるべきことについてお伝えしていきます。次に冬の岩手観光キャンペーンの紹介として、岩手県の最新の観光パンフレットの中からおすすめ情報をお伝えしていきます。はい、その後ですね、近く行われる大事なイベントのご案内、最後はですね恒例の ILC 国際リニアコライダーのコーナーです。そしてですね、今回もコメントの中からキラリと光るコメントを番組の最後にご紹介します。年明け最初のね放送になりますので、コメントもたくさん、はい、はい、送っていただきたいと思います。明けおめコメントも お待ちしております。はい、最後にはですね、視聴者プレゼントもご用意しておりますので、どうぞ最後までお付き合いください。それでは初めに、昨年12月18日に開催しました岩手三陸復興フォーラム in 静岡の話題です。このフォーラムはさまざまな自治体から支援を受けて復興が進んできているということに感謝の意を伝え、復興支援活動について報告するイベントです。平成24年から大阪、名古屋、神戸でこのフォーラムを実施してきましたが、今年度は復興関係の業務で多くの職員を派遣していただいている静岡県静岡市で開催しました。はい、知事もこの静岡のフォーラムに参加されたんですよね。はい、川勝平太静岡県知事と静岡大学防災総合センター教授副センター長の牛山元幸さんに参加していただきまして、東日本大震災津波の教訓を生かした災害に強い地域づくりと題して提談をしました。はい、3人でこうお話しすること、提談って言うっていうことなんですけれども ね、 ね、提談はどのような内容だったんでしょうか。はい、震災から5年が過ぎようとしている中で改めて防災意識の大切さを確認しました。東日本大震災津波では地震で亡くなった方はほとんどいませんでしたが、多くの方が津波で亡くなりました。大きな地震があった場合に沿岸部ではまず高台などに避難すること、そのために普段から防災訓練を行う必要があるということなど、今後の防災に対するお話もさせていただきました。ですね、5年経ってね、まあ、改めてですね、防災意識を各々が持って普段から、ね、生活するって大切ですよね。はい、
避難訓練を普段から行うことや、災害が起こった際の家族などとの連絡方法をあらかじめ話し合っておくことなど、防災意識を普段から持つことが大切です。そして1月22日と23日には県内でも同様のフォーラムが開催されました。はい、岩手三陸復興フォーラムを開催しました。これは主に県外の自治体から岩手県に派遣されて来ていただいている職員の皆さんのさまざまな活動を報告していただいて、岩手にゆかりのある方々が集まる場を設けて復興に向けた人的ネットワークの強化を図る目的で開催しました。1月22日には盛岡市内のプラザを出て、そして岩手水産会館、岩手県公会堂大槌町の三陸花ホテル浜菊で報告会が開催されました。22日は県で実施している道路、港湾、農地などの復旧事業や NPO などによる多様な復興支援、そして全国自治体からの復興支援など各分野ごとに報告会を開催しました。そして1月23日は盛岡劇場が会場でしたね。はい、2日目は全体会で、私からは震災から5年目を迎える岩手県がどのように復興を進めてきたのかということの報告をしました。そして基調講演では東北大学災害科学国際研究所所長の今村文彦さんから東日本大震災での経験と教訓を伝えると題して防災対策について講演をいただきました。はい、この中では陸前高田市の動く七夕祭り、七夕太鼓も披露されたということなんですが、陸前高田市には動く七夕祭りという夏祭りがあります。出汁も太鼓もすべて失いましたけれども、多くの方々からの支援で祭りが復活できたという感謝の思いを乗せた力強い太鼓の音色が会場いっぱいに広がりました。その後、岩手の未来予想図を描くと題して IBC 岩手放送の江端平三郎さんをコーディネーターに、県内で復興に携わってきた若い人たちによるパネルディスカッションを開催しました。はい、岩手の復興には、ね、やっぱり若い力が必要ですもんね。はい、若い人たちの活躍にこれからも期待しています。さて、ここからはですね、冬の岩手の観光キャンペーンご紹介していきたいと思います。もう岩手はね、いろいろありますからね、観光スポットが。岩手は四季折々に季節ごとに魅力があるわけですけれども、はい、そういう季節ごとに、地元の食材を使った美味しい料理がたくさんあるとか、いろいろあるんですが、なんですよね。はい、そんな岩手の魅力がですね、ギュギュッと詰まった冬版の最新観光パンフレットが発行されています。はい、今日はですね、その中から特におすすめしたい内容をね、いくつか紹介していきましょう。紹介にあたりましては、観光パンフレットの内容に詳しい県職員から、今この場で直接プレゼンテーションをしてもらいます。そうなんですよね、岩手希望チャンネル的プレゼンバトル。はいね、そんな感じですね。3人の県の職員にプレゼンテーションをしてもらって、そして今ご覧の皆さんから一番いいなと思うものを、はい、アンケートシステムを使って選んでいただきます。来ました、今日もね、アンケートシステムを使って皆様にね、はい、投票していただくということですね。はい、カチッとかピタッとか選んでいただくわけでありますけれども、1人3分ずつでいきますんで、はい、3人のプレゼンテーションが終わったら3つの中から1つ選んでアンケートシステムで投票してください。はい、視聴者の皆さん、どの内容が一番いいなと思ったか最後までご覧いただき、投票をお願いします。はい、では早速1人目のプレゼンテーションいきましょうか。それでは最初の方お願いします。はい、どうぞ。はい、登場いたしました。ではまずはですね、自己紹介と紹介するテーマ、最初にお願いいたします。はい、農林水産部流通課の大竹と申します。私からは冬の今までの岩手のうまい食ということで、冬の今が旬の三陸の黄金食材をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、それではプレゼン時間は3分となりますので、ここからスタートしたいと思います。それでは3分間スタートです。はい、まず写真にもありますけども、早採りわかめをご紹介いたしたいと思います。岩手県のわかめは肉厚でとも歯ごたえがあり、熱に強いことが特徴なんですけども、今回ご紹介するのは1月から2月にしか出回らない早採りわかめです。はい、
早取りわかめは新芽のわかめを摘み取ったものになりまして、あとこの写真のようにしゃぶしゃぶに風にして食べますと、湯通しをした時にさっと鮮やかな緑色に変わりまして、シャキシャキとした食感が楽しめる、はい、冬限定大好きです。キャンプの邪魔ですよね、ごめんなさい、はい、はい、冬限定の味覚になります。はい、あとはお好きな方もすごく多いとは思いますけども、牡蠣ですね。三陸のリアス式海岸は森がすぐ海に迫っておりまして、山の豊富な栄養分が海に流れ込みます。でその栄養をたっぷり含んだ海水で育った岩手の牡蠣は粒がすごく大きくてふっくらジューシーな身が特徴です。で県内には牡蠣の蒸し焼きを提供する牡蠣小屋もありますので、新鮮な牡蠣を思う存分楽しめることができます。はい、でそんな岩手の美味しい食材を楽しみたい方に耳寄りな情報を、はい、お届けしたいと思います。はい、ですね、はい、こちらも、紹介します。明日から始まる希望郷岩手北斎冬季大会の開催に合わせまして、岩手にお越しになる方のおもてなしのため、期間限定のメニューですとか岩手自慢の食材を提供する応援&おもてなしメニュー提供の店というのを、はい、募集して、現在164店舗が登録になっております。で登録のお店の方では岩手県の食材を使ったさまざまなメニューを提供しております。でお写真にもありますけども、地元野菜をたっぷり使ったラーメン、あとは県産牛肉のステーキ、南部柏や地元の鶏肉や牛肉を豚肉を使ったカレー、あと蜂蜜やリンゴを使ったスイーツなど、冬季大会の会場である4市を中心とした飲食店でお召し上がりいただけます。お店によって提供しているメニューが異なりますので、ぜひ何軒も食べ歩きをしていただければと思います。時間のところのやつかみたいメニュー見えます？はい、私です、はい、ラーメンかな、はいはい、見えた見えた、はい先ほどご紹介いたしました岩手の旬の食材ですとか応援おもてなしメニューの提供店の情報はこちらの岩手食材クラブの方のページでご覧いただけます。またFacebook の岩手食材サポーター通信でも旬な食材の情報や、いろんなイベントの情報を発信してますので、ぜひご覧いただき、いいねを押していただけると大変嬉しいと思います。それでは皆さんどうぞよろしくお願いいたします。お、大丈夫ですか？23秒まだありますよ。はい、ですね、はまたちょっと時間に余裕を持って、あ、なるほど、ちょっと余ってしまいました。いやいや、でもやっぱ素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。わかめに目をつけたのは良かったですね。わかめは、岩手県はわかめの養殖が盛んで、47都道府県で一番わかめが取れる、量もたくさん取れるんですけれど、美味しさも一番と言っていいでしょう。しゃぶしゃぶであんだけ美味しいってなかなかないですよね。そうそう、メインディッシュにできるわかめ、できますもんね、はい、止まらなくなりますからね、うんうん、はい、ということで、あとは国体と絡めたのも良かったですね。冬の国体明日からということで、はいはい、この応援おもてなしメニューありますん でこれは選手役員に限らず、はい、誰でも、ね、地元の人でも行って食べることができますから、はい、どんどん食べていただきたいと思います。実はフジポンももうこの前八幡平で白いラーメン食べたんで、始まってるからね、八幡平ホワイトです、ね、めちゃくちゃ美味しかったです、うん、はい、はい、ぜひ皆さんね、うんうん、食べていただきたいなと思います。八幡平のね、美味しいものがギュッと詰まっておりました。大竹さん、ありがとうございます。それでは結果をお待ちください。では続いてのプレゼンテーションに行ってみましょう、うん、次のプレゼンテーターの方お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは先ほどの、ね、流れと同じように自己紹介と紹介するテーマを最初にお願いいたします。はい、商工労働観光部観光課の遠藤と申します。よろしくお願いします。私からはですね、ガイドブックの12ページ13ページに掲載しました、うん、あ、ドキドキしております。はい、はいはい、12ページ13ページに掲載しました、キラジョ会おすすめモデルコースについてご紹介します。はい、それでは、はい、ここからプレゼン時間3分となりますのでよろしいでしょうか。はい、はいはい、それでは、はい、よろしくお願いします。はい、今回は、お話しする機会いただきまして大変ありがとうございます。私からはガイドブックに掲載しましたキラジョ会おすすめモデルコースのうち、うん、県南をめぐる歴史モダンと童話世界かわいい探しの女子旅を、ご紹介したいと思います。今回の旅はまずは花巻から、スタートいたします。
花巻といえばもちろん宮沢賢治先生、はいはい、宮沢賢治童話村や童話に出てきた歴史とレストランと同じ名前のレストラン山猫軒などファンタジーの世界に浸ってみてはいかがでしょう。非日常的な童話の世界に浸った後は、うん、レトロな観光バスに乗ってワインシャトーへ、うんうんうん、あのフランスのボルドー地方と似た気候風土と言われる花巻市大葉様で作られるワインは種類も豊富、はい、試飲もできるのでぜひ香りや味を比べてみてお気に入りの一本を見つけてみましょう、うん、そして冬の岩手の楽しみの一つは、はい、なんといっても温泉。いいですね、はい、花巻温泉郷には、レトロな街並みの、歴史ある温泉街や、リゾートホテル湯治場として風情ある趣残す温泉宿などいくつもの温泉があります、うんうん、お好みのお宿で日頃の疲れを取り体と心をゆっくり癒して美肌に磨きをかけちゃいましょう、はいはい、続きまして、温泉で癒されましたら、はい、2日目は、うん、岩手が誇る世界遺産平泉はいかがでしょうか。毛通寺や平泉を中尊寺などを散策した後はぜひ界隈の売店や特産品を取り揃えたショップにも立ち寄ってみてください、うん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 、平泉だけで出会える大人かわいい雑貨や小物は女子の心をキュンとさせるものがたくさんあります、うんうん、旅の思い出やお土産として要チェックですよ。そして、平泉を楽しんだらさらに南下して一ノ関の芸備系へ。冬限定のこたつ船へたどり着くは人気のパワースポット運玉投げです、はいはい、運玉持ってまいりました、はい、出ました運玉、はい、皆さん知ってますかね、はい、運玉こちらのような結構大きい玉ですけれども、このようないろいろな文字が、書いてある素焼きの玉運玉を自分で気になる文字を5つ選びまして、願いを込めて岩に開いた穴を めがけて投げてみましょう、はい、見事あんたに入ったら願いが叶うというふうに言われております。笑顔で旅を締めくくれそうですね。以上、キラジョ会がおすすめするワンランク上の癒しを体験する旅に出かけてみませんか。ガイドブックではこのほか9時から宮古を巡る美と癒しを求めて三陸を巡る女子旅をご紹介しています。ぜひガイドブックでチェックしてみてくださいね。はい、以上、キラジョ会おすすめコースを紹介いたしました。ありがとうございました。おお、時間が素晴らしすぎてね、はい、うまくギリギリ鳥肌立ちましたけれども、はい、いやもういいところばっかりで、はい、そうですね、はい、あとコメントでキラジョ会とか、はい、女子旅とかいうフレーズ言葉にこう反応されててですね、キラジョっていい言葉ですよね、本当にね、面白そうだなっていう感じですよね。もちろんね、男子も楽しいと思いますけれども、はい、女子がね特におすすめということで、はい、ますます内容的にもこうワインとか温泉とか、あと平泉でもこの雑貨や小物の買い物とかですね、なかなかこう普通平泉でそこまでこう注意がいかないかもしれないけど、さっきもウサギの南部鉄器とか映ってましたけど、はい、いいのがあるんですよね。女子向けのね、可愛らしいお土産もたくさんある、はい、そして最後は運玉で、はい、しっかり円もゲットということでね、はい、気合入りすぎるとね、あの岩壁に当たって割れますので気をつけてください。でもこうコッパみじんになるんですよね。こう自然に優しくこう粘土を固めたようなものでできてるから、あのコッパみじんになるのもスカッとしますよ。円が割れた時はちょっとガーンってなりますけど、まあそれもね、みんなで盛り上がってね、楽しかったりもしますので、はい、ぜひぜひ、はい、ということでね、はい、遠藤さんでした。ありがとうございます。お疲れ様でした。では遠藤さんも結果お待ちください。それでは最後のプレゼンテーションに行ってみましょう。次の方、あのもう最初からめちゃくちゃ緊張しておりましたけれどもどうぞ。はい、どうぞ。大丈夫、なんか手と足一緒になってない、大丈夫またよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは自己紹介と紹介するテーマ最初にお願いします。はい、制作地域部地域振興室の、新井と申します。よろしくお願いします。はい、私の方からは今回は、なんとあの話題のスマートフォンゲーム、うん、ステーションメモリーズ、まあ、略して駅メモと呼ばれるんですけども、このゲームと、岩手県のコラボにより実現した、駅メモで巡る黄金の国岩手キャンペーンをご紹介いたします。はい、それではプレゼン時間3分です。お願いします。はい、岩手県と駅メモの開発運営元である株式会社モバイルファクトリーはゲームを活用した地域活性化の推進について昨年10月連携協定を締結し、今回の企画が実現しました。駅メモはスマートフォンの GPS を活用して、
個性的なパートナーキャラデンコと一緒に日本全国の駅を巡る位置情報連動型のゲームです。今回のキャンペーンは IGR 岩手銀河鉄道と三陸鉄道の北リアス線を巡るデジタルスタンプラリーとなっています。キャンペーンの概要ですが、はい、IGR 岩手銀河鉄道と三陸鉄道の北リアス線にある10の指定駅で位置登録を行うと岩手を旅する伝子たちのオリジナルストーリーを読むことができます、また IGR 岩手銀河鉄道盛岡駅と三陸鉄道宮古駅では当日使用できる切符とゲーム画面を駅窓口で見せると岩手駅メモの、オリジナル缶バッジをプレゼントします。缶バッジは、全部で4種類ありまして、盛岡駅と宮古駅で、もらえる種類が違います。さらに、キャンペーン協力店舗で500円以上のご飲食やお買い物をするとオリジナルコースターも、ゲットできます。そしてなんと、なんと、なんと10の指定駅を完全制覇すると岩手の県産品が抽選で50名に当たる応募券がもらえます。缶バッジやコースターには限りがあり、キャンペーン期間中でもなくなり次第終了となりますのでご注意ください。キャンペーンは、昨年12月17日から実施していますが、すでに2000人以上の方が参加しており、完全制覇者も700人以上に上っています。キャンペーンは3月31日までとなっていますので、皆さんどしどしご参加ください。また今後はオリジナルヘッドマークをつけた車両の運行ですとかオリジナルフリー切符の販売も予定しています。詳細が分かり次第県のホームページや駅メモキャンペーンサイトなどでお知らせしますので、こうご期待です、はい、駅メモキャンペーンサイトには岩手の観光の見どころなどを満載したガイドブックも掲載されているので、ぜひご覧ください。それでは皆さん、 IGR 岩手銀河鉄道と三陸鉄道に乗車して駅メモを楽しみながら岩手の冬を満喫してください。以上になります。あー、素晴らしい。なんか本当流行ってるんですね。コメントが多いんですね。駅メモさん、コメントが2列3列になるくらいたくさん流れてきて、ニコ生的にはちょっと優位だった、優位だった感じですかね。なんかね、はい、ありがとうございます、ね、すごい本当に流行ってるっていうのが、ね、コメントからもかなり分かりましたけれども、ね、なんかやっぱキャラとかもね、いろいろいるんですね。そうですね、はい、大丈夫ですか、新井さん。はい、今ちょっと気が抜けてしまいました。はい、すみません、はい、分かりました。今伝子は38名おります、キャラクターとしては。はい、なんで、ちなみに新井さんも好きなんですか。私も、やっております。あ、ちゃんとついてますもん ね、 ね、はい、バッチもね。バッチはこちらは、盛岡駅で、もらえる、バッチになっております、はい、やっぱ岩手県はこう三陸鉄道、それから IGR 岩手銀河鉄道とこう第三セクター鉄道が2本もある県ですからね、うん、ぜひぜひそういうところもこう楽しんでいただきたいと思います。はい、新井さん大丈夫でした。はい、緊張しました。はい、大丈夫です。はい、大丈夫しか言えません。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。結果をお待ちください。ありがとうございます。それではですね、視聴者の皆様お待たせいたしました。好評をいただいておりますアンケートシステムを使って皆さんからのご意見を聞いていきたいと思います。本日ご紹介しました3つの内容の中で一番いいなと思ったものに投票していただきます。簡単にね、おさらいします。まず一つ目はですね、冬の岩手のうまい食ということで、わかめなどね、美味しいものがたくさん出てきました。そして二つ目はキラジョを癒す岩手旅の会、キラジョ会が提案する女子旅モデルコースの紹介、魅力的なところたくさんありましたね。そして最後がスマホゲームとのコラボ企画、駅メモで岩手を巡ろうというね、ご紹介でした。全部いいなと思ったかもしれませんが、せっかくのアンケートシステムですので、どれか一つに投票してください。はい、それでは早速アンケートを行っていきたいと思いますが、準備はよろしいでしょうか。はい、
回答時間は1分以内でお願いいたします。それではアンケートシステムスタート。はい、あ、さあ押すところね、4番フジポン、5番知事ところがありますけれども、まあ、3つから選ぶようになってますね。ないですね、枠がね、5はね。はい、はい、いやなんか駅メモがなんかちょっとダントツになりそうな予感もしますけど、コメント数は多かったですね。そうで、コメント数的にはやっぱり駅メモが多かったですね。駅ポンっていうコメントもあったり、ね、いろいろ混ざっちゃって、どうも駅ポンです、はい、変えようかしら名前はい、一番がね、うまい食、柿もね、今の時期ね、チジポンっていうコメントもコラボできました、ありがとうございます、はい、ちょっともうやめてもらっていいですか、びっくりポンっていうのも今そうなんですよ ね、 すよね。私最初ちょっとびっくりポン見てなかったのでなんかやっぱり時代来たかなって思っちゃいましたみんながなんかポンポン言ってるからちょっと自意識過剰になってしまいましたけれど違いましたね、はい、はい、さあまもなくもう1分が過ぎようとしています。3秒前に1、はい、はい、それではここまでです。それではちょっとドキドキしますが、ね、プレゼンしてくださった皆様もねちょっとドキドキしてると思いますが、それでは早速結果を見てみましょう。こちらです、じゃん、お、あ、やっぱり駅メモ 56.1% ということで、やはりという、まあ、ニコ生的あったかもしれないですよね、はい、それではダントツっていうコメントもありますけれども ね、 ね、本当その通り、はい、じゃあもう一度新井さんに登場していただきまして、はい、おめでとうございます、はい、だ、あ、ダントツ1位でしたけれども今のご感想は。いやもうありがたいです、ね、はい、非常に嬉しいの一言につきます、ね、なんか、はい、まあ、新井さんが良かったっていうよりやっぱり駅メモが良かったと思いますけど、そうですよ、本当にそうですよ、ごめんなさいねいや多分このおめでとうとか流れてますね、はい、緊張感がね、はい、ある感じもまたすごく良かったと思いますし、アラポンって言われてる、ありがとうございます、私ともコラボになっちゃいましたけれども ね、 ね、はい、ぜひ皆さんにもねやっぱり来てほしいですね、これ、はい、岩手にね、はい、はすいません、もういいですか、皆さんに感謝の皆さんあり本当にありがとうございました、はい、ぜひ、岩手に来てですね、あの私が今あのプレゼンしました、駅メモ、で巡る黄金の国岩手キャンペーンに、参加していただきますようお願いいたします。はい、もう新井さんに会いたいっていうね、新井さんかわいいっていうコメントもたくさん来ておりますけれども、よかったよかった、ねえ、はい、駅行っても会えないですもんね、あ、そうですね、駅にはあのいませんので、でも、あ、そうですよね、はい、でもきっとどこかで岩手に来れば会えるかもしれませんので、はい、連絡いただければ、はい、新井さんありがとうございます、はい、ありがとうございます、おめでとうございます、お疲れ様でした、はい、でもね、本当に今回はね、こういう結果にはなりましたけれども、どちらの2つのものもとっても良かったですし、はい、ね、全部良かったので、ぜひね、皆さんには岩手にね、来ていただきたいなと思います。で、本日ですね、ご紹介した話題の他にもこちらの観光パンフレットには岩手の魅力がたくさん詰まっています。ぜひこちらを見てですね、岩手に来ていただいて、岩手の美味しいものもたくさん食べてください。で、この観光パンフレットなんですけれども、岩手県内の観光案内所や岩手県庁、岩手県内の広域振興局、そしてですね、東京、大阪、名古屋、福岡に設置しています岩手県の事務所などに置いていますので、そちらで入手をお願いします、はい、また観光パンフレットはですね、岩手県観光協会のホームページでもご覧いただくことができます、はい、そして本日はですね、特別にお年玉プレゼントということで、番組をご覧の皆様、ご希望の方はですね、岩手希望チャンネルから郵送をさせていただきます、はい、ただしですね、お一人様一冊とさせていただきます。ご希望の方は2月5日までにご連絡ください。よろしくお願いします、はい、パンフレットご希望の方、こちらですね、広報@pref.iwate.jp、 広報@pref.iwate.jp まで、パンフレット希望とメールに記載していただいて、送ってください。ちゃんとですね、届く送り先のですね、住所、氏名もしっかりね、書いていただかないとね、送れませんので、うんうん、届きませんので、はい、ぜひね、お寄せください。忘れずに書いていただきたいと思います、はい、さあ盛り上がった後ですけれども、続いてもね、近く行われる大事なイベントについてご紹介していきましょう、はい、まずいよいよ明日に開催が迫りました希望郷岩手国体冬季大会です、はい、
希望郷岩手国体は冬季大会と本大会の全競技を岩手県内で行う完全国体として開催されます、うん、そしていよいよ明日1月27日岩手県 A 武道館で行われるスケートアイスホッケー競技会開始式で幕を開けます、はい、最初の方の、ね、コメントに外れたっていう風なコメントもありましたけれどもこの、ね、はい、開始式っていうのは事前にお申し込みいただいた入場券をお持ちの方しか入場できないということになってるんですよね、はい、でスケートアイスホッケー競技は1月27日から31日まで盛岡市、花巻市、二戸市で行われます、はい、そしてスキー競技は2月20日から23日まで八幡平市で行われます。どの競技もですね観戦は無料となっています。混雑が予想される競技については入場制限がされる場合もありますのであらかじめですね会場があります市の実行委員会ホームページをチェックすることをお勧めいたします。ぜひ会場に行ってですね、全国レベルの競技をご覧いただき、また出場選手の方々を応援してください。はい、このね番組にも来ていただいた須澤美咲ちゃんのね歌の披露があったりとか、うんうん、ね、はい、小波選手、ね、頑張ってほしい。そうか、小波選手もね頑張ってほしいですよね。日本一目指して頑張りますから応援してください。ね、来ていただきましたしね、はい、カモンも頑張らなくていいですけれども、はい、すみませんね、なんか身内な感じになっちゃいましたけども、冬季国体のですね、はい、詳しい内容については特設ホームページでご覧いただけます。また観戦ガイドは県内の駅や空港などの主要交通機関、観光協会、会場周辺のコンビニエンスストア、ストアや岩手県庁、岩手県の広域振興局などで配布しています、はい、はい、こちらとなっていますよ、うんうん、ね、内容ぎっしりとなっていてね、夜中これ読んでるだけで本当ワクワクしてくるんですよね。そうそう、会場の情報ですとかね、いろんなワンコ兄弟がこういろんなスポーツをしている姿もこう、うん、イラストでいっぱいあるんで、ワンコ兄弟ファンの皆さんにも楽しめますよ。そうですね、シャトルバスなどの、ね、運行情報などもありますので、はい、ぜひ、ね、チェックしてみてください。手に入れてください。さあ続いてはですね、岩手若者会議の情報です。昨年の秋に岩手若者文化祭開催したんですけれども、2月は岩手若者会議なんですよね、はい、2月14日日曜日午後から盛岡市の7区7階で、今年3回目となります岩手若者会議を開催します。はい、こちらは具体的にはどんなことをするんでしょうか。今回は若者による岩手での起業就業をテーマにトークセッションを行ったり、若者団体による展示や発表を行います。トークセッションには私も参加して、起業や就業で活躍している若者の話を聞きながら、聞いている皆さんにも会社を作ろう、就職しようと、その気になってもらえるような会議をしますので、ぜひおいでください。はい、ちょっと忘れてましたけどバレンタインなんですね。そういう日ですねすっかり忘れちゃってましたけれども、いいですね、なんかカップルとかで来ていただいてもね、嬉しいですね。盛り上がりますよ。はい、フジポンも何か大事なお役目があるそうなので、はい、はい、ぜひたくさんの方に来ていただきたいと思います。詳しい開催内容は特設ホームページをご覧ください。続いての話題は岩手県大槌町で撮影されました短編映画未来のかけらのご紹介です。この映画は政府広報未来へ進モーション新しい東北キャンペーンの一環として制作されたものです。映画制作にあたっては昨年岩手県宮城県福島県に在住またはですね住んだことのある小学4年生から中学3年生を対象に未来への希望や夢を描いた作文を募集し、その作文をもとに制作するという企画です。応募作品の中から岩手県大槌町の小学5年生岩間蒼太くんが書いた震災から4年と半年感謝を忘れないが最優秀賞を受賞し映画ができたということです。すごいですよね、岩手県の小学生の作品が映画化されるということで、これはぜひ見たいなと思います。本当ですね、素晴らしいことですよね。映画の撮影なんですが昨年12月に行われまして、2月には岩手県、宮城県、福島県での上映会を予定しています、うんうん、岩手県内では2月7日の日曜日ですね、大槌町の城山公園体育館で午前11時と午後2時の2回上映をですね予定しているということです、うん、映画の詳しい内容はインターネットで未来へ進モーションと検索していただきたいと思います、はい、絶対見たいですねこれもね、うんうん、はい、ぜひ皆さんもご覧になってください。短編映画未来のかけらご紹介でした。それでは次に恒例となりました ILC 国際リニアコライダー計画についてのコーナーです。北上山地の地下に
全長31km から 50km の世界最先端の素粒子実験施設 ILC 国際リニアコライダーを建設しようとする計画があります。岩手希望チャンネルでは ILC 実現に向けた岩手県内のさまざまな取り組みなどを毎回紹介しています。はい、この ILC の建設が実現すると海外から研究者ですとかその、ね、家族の方々が県内に住んだりしますし、はい、今訪れていただけるということですよね。これすごいことですよね。はい、今でも ILC の国際的な研究者の組織である LCC リニアコライダーコラボレーションの方々が現地調査などで岩手県内を訪れています。また今年の12月には盛岡市で ILC の国際会議が開催されることとなっていて世界からおよそ250人の研究者の皆さんが集まります。ノーベル賞級の研究者の皆さんが岩手に集まる会議です。そういう方たちが岩手に来てくれるということですもんね、はい、本当にすごいことなんですが今でも外国人向けの情報発信ですとか外国人の方との交流を深める機会というのはあるんですよね。はい、去年12月6日に盛岡市で開催された国際交流ワンワールドフェスタで ILC のコーナーを設けてジオラマなどを展示したりILC 関係の仕事をしている外国出身者の人たちと英語でおしゃべりするコーナーも設けられました。はい、先ほどからちょっとコメント欄がざわざわしておりますけれども、そうですね、はい、人気のあの ILC のキャラクターこっそり登場しております。ヒックス君が実はですね、はい、こちら取材に行ってきてくれたそうですので今日は大丈夫かな、その様子動画で見てみましょう見てみましょう。ざわざわ、喋らなかった子よ。セリフがなかったですね。喋、はい、れっていうそうそうそうコメントもあります。今日はあの、ええ、勉強してたから
静かにお勉強を、まあ、神の粒子とも呼ばれるヒッグズ粒子なんですけれども、ね、だから謙虚におとなしくしてたようですね。でもなんだか外国人の方からもねなんか人気でしたね。はい、はい、でもねやっぱ英語もこれから本当に必要になってきたりしますし、そうな嬉しいの用語もちょっとね難しいところもあるかもしれませんが、うんね、でもなんかやっぱりそれでねこう遠くなってしまわないで自分からね、うんうん、どんどん近づいていくと英語もフジポンもちょっと苦手なところはあるんですが知事にね恐れないでって言われたのでどんどんね面白い、はい、面白いね、うん、お友達とかできるとまたねどんどんこう、うん、このワンワールドフェスタっていう国際交流イベントはこう、うん、毎年やってるんでですね、あのだいたいアイーナでやってるんですけれども、うん、あのまた今年もやりますからやる頃あのこの岩手希望チャンネルでお知らせするか、はい、あるいはあの僕もツイッターで毎回あ、ね、あのお知らせしたりもしてるんで、はい、楽しみにしてください。ぜひ皆さんで、ね、どんどん交流を深めて ILC への、ね、理解も深めていただきたいと思います。 ILC についても、はい、これからも地元の取り組みや、うん、それからこの熱さを内外に積極的に発信してまいります。はい、それではプレゼントの抽選に行きたいと思います。前回のプレゼントはですねワンコ兄弟の国体タオルと2019年ラグビーワールドカップグッズをセットでお一人にプレゼントでした。さあプレゼントの応募状況はいかがだったでしょうか。今回は6名様のご応募がありました。素晴らしい。じゃあ今回も抽選ですね。それでは6分の1、うん、なんか応募が増えてきて嬉しいですね抽選がやりがいがありますね。え、はい、それでは抽選ボックスお願いします。はい、はい、6枚点を切るところから切って入れました。さあそれでは混ぜ混ぜして抽選ボックスから1枚お願いします。はい、はい、キヨさんおめでとうございます。はい、キヨさんおめでとうございます。キヨさんからねメールいただいてメッセージもねいただいております、はい、ニコニコ生放送を見てメールしました。知事がたまに砕けてくれるのが面白いです、はい、岩手国体も ILC も楽しみにしています震災からの復興応援しつつも何かやはり明るい話題を期待したいですよね、うんうん、暗いことばかり考えてたら前に進めない。知事&フジポン見た目が何年経ってもあまり変わりませんね、うんうん、若いですかっこ笑いと最後笑って笑っていただきました、はい、いや嬉しいですね、本当にねまた一つね年を取ったんですけれども頑張っていきたいのと思います。やっぱりね明るい話題もねどん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 ありますからね、はい、いっぱいお知らせ明るい話題も、はい、していきたいと思います。キヨさん本当におめでとうございます、うん、後ほどですねプレゼントね送りたいと思います、はい、さあそしてですね今回もプレゼントご用意しております。今回のプレゼントは今日紹介しました冬の観光キャンペーンからのプレゼントです。冬の岩手のうまい食としてまさきわかめなどの豪華な乾物セット、そしてキラ女会が提案する女子旅モデルコースからはこちらですね岩手をモチーフにしたかわいいコースターとシール、さらにですね先ほどもう人気沸騰でしたけれどもスマホゲームとのコラボ企画駅メモで岩手を巡ろうからオリジナル缶バッジとオリジナルコースターになります。もう先ほどのね話題の時にコースター欲しいって、うんうん、コメントもね来てましたもんね。バッジも、はい、今日は欲しがられてた品物です。こちらを全部セットにいたしまして、うん、お一人にプレゼントしたいと思います。お、やっぱり欲しい欲しいって、はい、ぜひね皆さん応募しないと当たりませんからね、ええ、はい、たくさんご応募いただきたいと思います、はい、応募の際はですね普段お使いのネームでも OK です。宛先です。広報アットマーク PREF.iwate.jp 広報アットマーク PREF.iwate.jp までお願いします。メールにはですね第27回岩手希望チャンネルプレゼント希望と書いてくださいね。締め切りは2週間後2月9日の火曜日とさせていただきます。当選者の発表はですね来月2月の岩手希望チャンネルの中で発表していきますのでどんどんご応募ください。本当大人気ですね、はい、はい、ぜひご応募くださいね。それでは最後にですね岩手県が制作いたしました動画をご覧いただきます。本日は復興にひたむきに取り組む方々をご紹介する岩手復興人動画から大槌復興刺し子プロジェクトをご紹介します。それではご覧ください。どうぞ。刺し子会で一番の高齢者88も8歳でね、こうしてくると自分が高齢者
でも若い人たちと一緒に会話してる、楽しい、休まずここに来てる、一度も休んだことなくね。震災から4年弱経ってて、被災地ではあるけど、もっと地域の方、地域活性化とか地方創生みたいな課題が見えてる中で、なんかすごく自分が学べるものとか、もともと興味があった地域おこしっていうのを見て、あといろんなこうお母さん方と一緒にやって、そういう人たちを巻き込みながら一つのものを作ってるところにすごく共感をして、自分も参加したいなと思ってきました。お母さん方が、まあ、もちろん震災直後は嫌なことを忘れるたいとか、ちょっとお小遣いになるとかでやっててくださったんですけど、今はやっぱりこの場でみんなとお話しするのが楽しいからとか、新しいことを、ま、この年で学べるのがすごく嬉しいとかっていうことを聞くと、すごい嬉しいんですよね。右も左もわからないので、募集だったりとか教えてもらって、なんかこう複雑な模様だったりっていうのもやってみたいなとは思ってました。自分の年も忘れてね、もう朗らかになるのが大好きで、今は4年過ぎました。やって楽しいです。幸子さんと話してると、最初はすごくこう心の拠り所になる部分とか、生活を立て直す、なんとか自分たちで生きていけるようにするっていうのがすごく強かったのが、日常が戻ってきた中でやっぱり次に自分たちの生きがいになったりとか、自分たちが目標を持てるようなものがあるっていうことがすごい必要になってくるのかなと思います。やっぱり大槌の町を元気にしたいっていう気持ちと、大槌町にこのプロジェクトがあってよかったねって言ってもらえるようなプロジェクトになりたいなと思ってますし、手仕事のところについては、やっぱり今いろんな商品があふれている中で、こう商品を取った時にすごいそのぬくもりであったりとか、大切にしたいなって思うような商品をこれから作っていきたいなと思ってます。大槌町はすごく自然が綺麗で、海も山もあって、そして元気なお母さんたちや人がたくさんいるところです。そんなところで可愛い商品をこれからも作っていきたいと思いますので、応援していただけると嬉しいです。おでんさん、おでんせん。素敵な動画ですよね。大槌頑張ってますよね。はい、女性がね、なんかね、すごく活躍している感じも見えましたし、はい、そしてね、コメントにお答えいたしまして、 VTR 中に知事が、そうですね、はい、駅メモのバッジをつけてほしいという、はい、いいよつけてよ、コメントがありましたので、はい、光が反射リクエストにお答え、あ、もう、はい、似合っております。素敵です。はいね、ちょっとリクエストにお答えしてみましたけれども、そしてね、今日もたくさんのキラリコメントね、いただきました。ありがとうございます。コメントですね、ご紹介していきたいと思います。はい、今日も見れてます。27回連続、27回連続皆既品賞の方がいる、これすごいですね。嬉しいですね。ここに来てほしいみたいな感じもするけど、確かに少々見れなくなっちゃうかもしれない。そうですね、ぜひこれ皆既品賞を目指していただきたいと思います。ええ、はい、そしてインフラも大事だが心の復興が何より大事というね、そうですね、素敵なメッセージ。そして、はい、駅メモのバッジと新井さんが欲しい。いやいやいや、欲しがられているよ新井くん、すごいですね、なんかフォーユーみたいになってきました ね、はい、あなたが欲しいみたい。そしてヒックスくん最高というね、じゃあもう一回ちょっと映してやろう。ヒックスくん、神のいただいておりますよ。神の勇士とも呼ばれているヒックスくん、はい、ヒックスくん大人気すぎてね、ちょっと徐々に色がくすんできたような気もしますけれども、でもやっぱ相変わらず可愛いですね。
ちょっとこうテンション高くなってる感じ、ね、いいですねぽよ、ええって言ってると思いますけれどもね、はい、はい、そして今日は新井さんという新たな、ええ、人気者も登場いたしましたね、はい、はい、27回の、ね、岩手希望チャンネルも楽しんでいただけたでしょうか、はい、フジポン誕生日おめでとうというコメントもありましたね、 ありがとうございます、あ嬉しいです、はい、ありがとうございます、なんかもうね喜べる年でもないまさかの37歳になってしまいましたけれども、いや、はい、もうまだまだ若者と言い張って美しく年を、ありがとうございます、いいものですよ、頑張りたいと思います、はい、ありがとうございます。さあ今日も内容盛りだくさんでお送りしてきましたが、時間がね来てしまいました、はい、次回の放送日は2月16日火曜日です。放送開始時刻は午後の5時30分からとなっています。いつもよりねちょっとね、間隔が短くなっているので、はい、見逃さないようにぜひね皆さんしていただきたいと思います、はい、次回の放送では希望郷岩手国体冬季大会スケートアイスホッケー競技の結果や震災から5年を迎える岩手県の新年度予算などについてお送りしたいと思いますので、はい、どうぞお見逃しなく。それでは最後はですね恒例の決め台詞とポーズでいきたいと思います、はい、それではいきましょう。さあみんなして岩手希望チャンネルさ、ハマライン、また来月、はい。